はい。ブラウザペースの動画編集はアプリクリップキャンプ。2回目はスマホです。スマホで動画を撮るって普通にありますね。その動画を QR コードを使って一発でパソコンの方にインポートします。ものすごくストレスなくできますので、やってみてください。では、紹介します。まずはメディアのインポートからです。ここからスマートフォンからというのがありますね。はい、QR コードです。これをスマートフォンで取ってください。取ります。はい、これを開くと、はい、こうなります。で、メディアを選択というのがありますね。ここが選択ができます。では、この動画を。はい、ダウンロードできるようになりました。はい。ダウンロードいったものを入れて編集ができます。はい。ちょっと動画をご覧ください。パワーポイントをタブレットで学習してる様子です。はい。QR コードで一発でパソコンへインポートでした。はい。では、また。